思います。なんでも噂によると190円のものと250円のものがあるそうなので、まあ一番安い190円のものを食べていきます。270円弁当、寿司とかある、めちゃ安い。これも270円、人気だな。まだ朝10時なんだけど結構200円弁当。はい、買ってきました、梅じらす丼。結構美味しそうじゃないですか、見た目はかなりいい感じです。ボロボロ覚えちゃったな。激安弁当というと添加物多めで体に悪そうなイメージなんですけども、まあね、わかんないですね、それに関してはもうあんま詳しくないんで。まあだから内容量としてはこんな感じみたいですね。ご差しゅうください。はい、というわけで食べていきたいと思います。もう添加物とかじゃなくて安いものには裏があるというのがこの世の中のセオリーなんですけどもね。まあ結局は美味しきゃいいんですよ、安くて。だってこれ200円ですよ。これを3食食べればだってもう食費1日600円ですからね、相当安いですからね。しかもこの中高菜とししゃも、高菜ししゃもと卵が入ってるね。ひじきもありました。美味しい。美味しいよ。意外と200円とは思えないね。200円とは思えないけど自分の家でもできそう。だって言うて具材乗っけただけ、そのままの具材を乗っけただけ。猿でも作れますね。でも美味しいです。作っていただく手間まで考えると、そうですね、170円ぐらいのまあサービス料がかかってもいいのかなと思います。ごちそうさま。というわけでドン・キホーテの弁当を食べたんですけども、まあ、安かったですね。うん、安かった。味の方なんですけども、まあ、なんかそんな添加物めちゃめちゃやばそうな味はしなかったです。僕結構普段から納豆とか豆腐ばかり食べてるので味覚は研ぎ澄まされてるんですよね。添加物ばっかりある食べ物を食べるとなんかちょっと気持ち悪くなったりするんですけども、まあ、少量ということもあってなのか知らないですが、非常に美味しく食べられました。で、普段皆さんねお弁当を食べるとするとファミリーマート、セブンイレブンとかの500円、400円、まあ高くて豪華なものだと600円ぐらいのお弁当を食べると思うんですけども、このドン・キホーテのお弁当はねその3分の1約200円で食べることができますのでね、自分の職場の近くにドン・キがあるという方はね、まあ3食分買いだめて朝昼晩食べていくと1日の食費が600円に抑えられるのかなと思いましたので、ぜひ試してみてください。まあ、ね、単純に毎日ドン・キのお弁当を3食食べるとすると月の食費1万8000円になりますので、だいたい皆さんの食費が4万円、5万円だと思いますので、かなり